知の格差を是正します。鳥人間のホースケです。なんかこういう野菜ありそう。で、僕すごい貧乏なんですけど、昨日メイク用品を少しねまとめて買い足したんで、もう口座からお金が吹っ飛んじゃったんですけど、少しまとめて買ったものをご紹介したいと思います。安定の需要のない動画だよ、楽しんでってね。ということで最初はこれだろう。カバーマーク、モイスチュアコートジェル、おしろいのやつですね。あー素敵ー。これは他で一本で動画にしようと思ってるんで、今回は開けません。お楽しみに。はい。でこれがシートマスクですね。朝専用サボリーノでございます。バンピさんがめちゃくちゃプッシュしてたやつですね。見つけたんで買いました。朝専用夜専用みたいなのがあって、今回朝買いました。箱でいっぱい入ってるのもあったんだけど、とりあえず今回お試しで5枚入りのやつです。これもまた別の動画にする予定なんで、今回は置いときます。はい、こちら。ということで、二重のアイテープですね。セリエで買ったやつです。セリア?二重アイテムもいろいろトライしてるわけなんですが、まあ、100円だからね、少し買い足してもいいかなと思って、ちょっとノリで買い足しました。まあ、でもね、100円のやつってね、何かと、あーって使い心地が微妙というかね、ちょっと物足りない部分があったりするんだよね。高いやつの方がやっぱね、使いやすいんだよね、全然。これ両面かと思ったら片面でした。こういうことよくやるよね。100円やし、そんなにガタガタ言わずに貼っていきましょう。完全に見せた。これ貼り方全然違うっしょ。やべ、見せた。あー取れなくなった。終わったー。あれやばい、しかも本体どっか行った。終わったわ。透明だから見えねえ。引っ張りながら貼るタイプなのね。うわー難しいよー。アイテープってさ、両方の端をきっちりつけるのすごい難しくない？どっちか出てきちゃうもんね。アイテープくっそ難しいからいいや。次行きます。はい、レブロンフォトレディキャンディッドウォーターエッセンスコンパクトファンデーションです。イエイ。マット系じゃなくてツヤ肌系を作れるっていうことでね、ツヤ系は全然持ってなかったんで、ついつい欲しくて買っちゃいました。はい、開けまーす。これと一緒にどうぞみたいな感じで、いい感じの下地とパウダーがあって、そっちも欲しかったんですけど、これ自体2000、3000でなかなかいい値段するんでね、全部セットで買ったら6000ぐらいいきそうだったんで、ちょっと今回断念しました。このフィルムを剥がしてからね、剥がします。中がこんな感じなんですよね、良くないですか。すげえ、ひたってる。すごいすごいすごい。ってことでね、言われたんですけど、なんかそんなに良くなくない？確かにツヤ感は出てるけど、そんな、え、普段使ってないフェイスパウダーがちょっとだけあるんで、つけます。なんかね、ツヤ系の時はね、がっつりパウダーつけちゃうとツヤの意味がなくなるっていうんで、まあ軽く軽く触る程度にやっていくとか、やっていかないとか。ってことで、ツヤ肌のベースができたはずなんですけど、いや、よくわからん。やっぱね、普段あんまやってないことはね、ちゃんと調べるか人に聞くかしないといけないということがよくわかりました。セリアのつけまがめちゃくちゃいいという噂を聞きつけたので、たまたま通り道にセリアを見かけたので買いました、つけまです。で、その近くにあったコンパクトビューラーですね。これどうやって使うんだ。はい、中身こんな感じ。こうね、ここを、おお、面白い。ここを引く直でもうここ動くんですよね。面白いですね。そもそもビューラーをそんな使わないからさ、わからないんだ、すべてが。マジで比較ができん、普段使わんから。まあそんな感じです。あと100円ショップでアイブロウとつけまを大量に買いました。これダイソーのつけまなんですけど、やっぱね、いっぱい入ってるとね、安心するんだよね。そんでもっとアイブロウ僕結構ね、100均の使っちゃってますね。他のアイテムに関してはちゃんとそこそこ値段するもの買った方がいいと思うんだけど、アイブロウに関しては100均のクオリティにそんなに文句がない部分があるっていう。ってことで、今回はセリアのアイブロウを使ってみたいと思います。アイブロウに関してはマジでね、好みだと思う値段より。やばいな、色濃いから適当にやったらすぐバレるわこれ。うわー、やばい。まあいいや今日は。で、これもみんなが持ってるアイテム、ケイトのパウダーアイブロウ。てかもう両方適当に眉毛描いちゃったんだけど、これ結構ノーズシャドウで使われることが多いんですよね。開けた瞬間チップどっか行った。終わった。アメリカンメイクのねリクエストがありましたので、やってみようかなと思ってるんだけど、ノーズシャドウとか必須のテクになってきてね、普段やらないからちょっと今回練習しようかなと思います。ノーズシャドウマジ難しいぽよ。よくわかんないもんだって。でもとりあえずやります。これね、ブラウン系とライトブラウン系があって、今回ちょっと暗いのを買ってます。はい、うまくいってるかは別として、何がしたいのかは分かるみたいな感じですね。で、最後がこちら、ケイトのクラッシュダイヤモンドアイズ。もう紫なんすよ、すごい良くないですか。中身こんな感じです。もうね、ケイトはね、やっぱデザインですげえ欲しくなっちゃうんですよ。これに関してはもうどういう風に使うとか一切考えずに、完全に一目惚れで買いました。バカですね。ちょっとよく分かんないけど適当に使います。タイもろくに作れてないから、そんなに全然ね綺麗に映えないと思うけどね。なんでアイテム買ってあるんだよ。はい、ということで最近の購入品紹介を
やってみました。購入品紹介ってことでいろいろ適当にぶっこんでみたんですけど、ひどい顔になっちゃいましたまさかこんなことになるとは。でもね、使い慣れてないアイテム、初めて触るアイテムとかもしっかりね使えるようになっていきたいなって思ってます。だからいろんなものもいろいろ買ってね試していきたいなと思ってます。これからの僕の成長をどうか待っててください。